はい、ビジネスマンのためのこっそりジャズ入門の著者の高野久保です。今回はこの本で取り上げておりますテナーサックス奏者のジョン・コルトレーンを紹介させていただきたいと思います。61ページから書かせていただいております。まあ、61ページ、ジョン・コルトレーン、テナーサックス、ソプラノサックスも吹くようになったね。SS、ソプラノサックスとも書いてありますけどね。で、精進努力の熱血営業マン。これまさにもう、今のこの平成の時代ではありえないぐらいの、もう、働き者の頑張り社員ですよね。もう24時間働けますかっていう、CM のキャッチコピーがもう随分昔にあったんですけれども、まあ、それより以前の本当に働きまくる、熱血社員ということを連想させますので、精進努力の熱血営業マンというサブタイトルを付けさせていただいています。まあとにかくコルトレーンはテナーサックスで吹く音符の数がすごいんですよ。並外れてるんですよね。シーツオブサウンズと言われているんですけれども、それこそ音で空間を埋め尽くす感じで、テナーサックス吹きまくるんですよね。で、まあコルトレーンの多分73ページですかね。このジャケット、おすすめアルバム、まあ3枚しか取り上げてないので、ちょっとわかんないかもしれないんですけど、他のコルトレーンのアルバムのジャケットをご覧いただければわかる通り、大体いつも苦しそうな顔して吹いてるんですよね。もう顔しかめたり、目つぶってたりとか、なんか眉間にシワ寄せたりとかして。まあ、あんだけの音符の量吹きゃこんな顔なるわなって顔の感じなんですけれども、とにかく、音符吹きまくります。そこで新しい手法を身につけましたと。これ別の項で取り上げているソニーロリンズと対比させるととても分かりやすいと思うんですけれども、まあ、ソニーロリンズもコルトレーンと同時代に活躍した、まあ、135ページぐらいですかね。135ページに相手の心をつかむ必殺営業トークってあるんですけど、ロリンズはセンスのあるテナーサックス奏者なんですよ。すごく一音一音に説得力があるというか、間もうまいし、なんか彼が一言言うだけで笑ってしまうというか、説得されてしまうというか、まあ、なんていうかな、芸人みたいな感じなんですよ。すごく脈絡もないような音符吹いていても、なんか、こう、説得されてしまう良さがあって、この二人をですね、ロリンズ・コルトレーンを営業マンに例えるとすると分かりやすいんですけど、ロリンズの場合は、人柄で注文取ってきちゃう営業マンなんですよ。言ってる内容は、特にこの商品いいっすよ、買ってくださいね、みたいな、すごくぶっきらぼうな感じだったりとか、話も飛んだりとかして、全然緻密な営業トークを話すわけでもないんですけれども、なんかお客さんの心を掴んでしまって、注文取ってきてしまうタイプだと思うんですよ。それに対して、コルトレーンの場合は、お客様の心を掴むような、その人間的魅力というか、音の魅力があんまりきっと、ロリンズとか、その先輩テナーサックス奏者に比べるとないんでしょうね。だから、緻密にトーク構成、もう あらかじめ台本で書いて、この商品、売りたい商品やサービスの特徴とか、スペックだったりとか、値段とか、いくら割引できますかとか、そういうことをもう全部最初から最後まで徹頭徹尾説明しないと気が済まないみたいな、そういうタイプの、営業マンなんじゃないかなと思うんですね。もし彼がテナーサックスを吹かずに営業マンになったとしたら。そうすると、何から何まで全て喋ろうとすると、言葉の量がどうしても多くならざるを得ませんよね。だから言葉の数、つまり音符の数が多くなってしまい、あれだけのたくさんの音符を撒き散らかすように吹いたスタイルになったんじゃないかなと思います。で、たくさんの音符を一生懸命吹くと、やっぱり熱量とか一生懸命になりますよね。そういうしゃかりきになっている姿に心打たれる人たちが多いんじゃないかなと思います。やっぱり僕らも、こう一生懸命頑張ってる人になると応援したくなってしまいますよね。それと同じような感じで、もう頑張れっていう感じで、いつしかこう頑張ってテナーサックスを汗水飛ばしながら吹いているコルトレーンの姿を連想して、それも自分の頑張ってる姿を投影して、コルトレーンのファンになってる人も、特に働き者、真面目、生真面目な日本人の方には多いんじゃないかなと思っています。まあ、あとはコルトレーンに関してはもう語れば、僕もかなりコルトレーン好きな人なんでね、語り出すとキリがないので、この辺にしておきたいと思いますけれども、ぜひ、こんなアプローチでコルトレーンの紹介を書いている本は他にないと思いますので、ぜひ読んでいただければと思います。